電車がホームに入ってきたようです。あれ、ずいぶん変わった形をした電車ですね。実は常磐線に新しく登場した最も注目を集めている特急スーパーひたちです。今日はそのスーパーひたちについて紹介しましょう。ここは北の玄関口上野駅。ホームにはたくさんの利用者でにぎわっています。たくさんの人たちを快適にそれぞれの目的地まで運ぶ列車スーパーひたち、特急ひたちが並んでいます。形が随分違いますね。それにトレインマーク、わかりますか？スーパーひたちには列車名や行き先などが次々に表示される電光表示になっています。それでは運転手さんと一緒に出発。スーパーひたちは上野水戸間をわずか1時間余りで結び、平仙台などへ行きます。それではしばらく運転席からの眺めを見てみましょう。次は硬直セクション切り替え。こう。あれ？今切り替えたスイッチは一体何でしょう？実は交流と直流を切り替えるためのスイッチです。皆さん、この標識を知っていますか？この印は交流区間から直流区間に変わるため、この区間は電気が流れていないという印です。この区間の手前から運転手さんがスイッチを切り替えるわけです。これが運転席から見たマークです。スーパーひたちは快適に走っていきます。
野を出たスーパーひたちは間もなく水戸に到着します。それではこの快適な旅を約束してくれる車内を紹介しましょう。ここは普通車です。落ち着いた配色と間接照明の柔らかな光でおしゃれな雰囲気を出しています。そしてこの天井、何か感じませんか？まるで飛行機のキャビンみたいですね。とても座り心地の良さそうなシート。そして普通車ではJR 初の設備である読書灯もあります。トイレもとってもおしゃれなデザインで清潔な作りになっています。そしてスーパーひたちにはカード専用の電話機がついていて、車内から電話がかけられるようになっています。またいろいろな利用ができる多目的室などもあります。グリーン車、ここはこのお姉さんに紹介してもらいましょう。スーパーひたちのグリーン車には私たちスーパーレディが乗車しております。このグリーン車の特徴は座席が3列になっております。またさらに FM 放送など、へえ、FM 放送も楽しめるわけですね。 FM 放送はこの装置で聞くことができます。手荷物置きは飛行機のようにボックス型になっています。スーパーひたちの車内、いかがでしたか？は勝田へ向けて出発です。今度はもう少し詳しく運転席を見てみましょう。ここは運転席です。私が説明しましょう。これはノッチです。このレバーを引くと列車がスピードが上がります。これはブレーキ弁です。列車を止めるときに使います。これは逆転機です。列車は前に進むときは前にします。後に進むときには後にします。これは硬直切り替え機です。操作の仕方、わかったかな？水戸を出発し勝田へ到着したスーパーひたちは編成の一部を切り離して走ります。でもお客さんが多い時は切り離さずそのまま行くこともあるそうです。スーパーひたちは最終目的地へ向けて出発です。
真夜中、静かな眠りについた客車区。あれ？電車が入ってきたようです。そうです、スーパー日立です。皆さん、お疲れ様でした。一日の仕事を終えたスーパー日立は、明日のためにここで点検を受けてゆっくりと休みます。JR 特急スーパー日立、いかがでしたか？常磐線のさまざまな景色の中を君たちの夢を乗せて、今日も白いタキシードボディが走り抜けていきます。4歳までの知恵遊び絵本お友達、面白くってためになるゲームやお話がみんなを待ってるよ。楽しい幼稚園は幼稚園児の面白学習誌、物知り図鑑と読み物がいっぱい、みんなの人気者が勢ぞろい。テレビ大好きっ子の情報誌テレビマガジンもよろしくね。講談社の幼児誌はお子様の夢を育てます。乗り物は僕らのお友達、力自慢のトラックやパワーショベル、走るホテルブルートレイン、大空を飛ぶジェット旅客機、大好きな乗り物のすべてがわかる僕らのためのビデオシリーズ、講談社乗り物博物館。乗り物のことなら何でもお任せ。スーパーひたち、ヘリコプター、新しい鉄道、高専スカイシップの4本も新たに仲間入り。本屋さんで待ってるよ。